に沖縄で1週間くらいかけて撮影を行いました。すっごく寒かったですよ。極寒の中、ほぼ裸みたいな感じで海に入りました。初めてのグラビアなんで、ちょっとまあ新しい挑戦として、今までその応援してくれてくださってる方にしたら見たことない金魚の小鳥を見てもらえるかなって思います。全体の何か流れみたいな物語、物語あります、あります。あの沖縄が地元っていう設定で、で沖縄に久しぶりに帰って、幼馴染のニーニって呼んでる兄ちゃんに久しぶりに会って、でニーニからもうちょっとなんかアプローチ的な行動あり、沖縄に残んないかってニーニに言われて断るっていう一番セクシーなシーンですか、着物脱ぐところですか。着物脱いで、なんか帯の紐を加えるっていうのが、ちょっと自分でもよくわからないんだけど、とりあえず加えてみて、セクシーに頑張ったんで見てください。目標ですか、やっぱりグラビアを通してこう私のことを好きになってもらえる、好きになってくれる人が増えるといいなって思ってますね。